この動画は、過去に当チャンネルでアップした該当ジャンル動画の総集編になります。常連の方、新しい動画だと思った方ごめんなさい。どうぞご了承の上お楽しみいただければ、幸いです。開封。今から5年前かな。友達と3人ぐらいで地方へドライブへ行ったのね。それで、その帰りの道のことなんだけど、友人が車を運転していたら、タヌキが飛び出してきたんだよ。友人は慌てて回避したんだけど、拍子に、道路沿いにあった地蔵様を倒して壊しちゃったんだ。幸い、車は大して被害はなかったし、誰も怪我しないで済んだけど、車は脱輪しちゃって動けない。とりあえず警察とレッカーを頼んだけど、田舎ということもあって30分はかかる。その間、地蔵様に悪いことをした。本当にごめんなさいと思いつつ、友人たちとどうやったら元に戻せるかとか、誰にお詫びすればよいのかなとか話をしてたんだけど、ふと道路の奥を見ると、誰か走ってくるんだわ。警察が来るにはまだ早い。となると、事故に気づいて誰か来てくれたのかなと思ったんだけど、よく見たら女性っぽい。すごい速さで近づいてきてさ、さらに目を凝らしてみたら、やたらめったら身長が高い。そいつが満面の笑みを浮かべちゃって、すごい目をキラキラさせて走ってるの。ほっぺなんかピンク色に染めて、なんか愛しの恋人に会いに行くみたいな。それですれ違いざまに耳元で、ありがとう。って言われた。友人にも言っても見えないらしく分かってもらえない。女は女で、今度はスキップなんかしちゃってる。背はでかいけど、おっぱいもでかくて、顔も可愛くて、正直、見惚れてたかもしれん。だけど、農道の十字路で、農協の軽トラに跳ね飛ばされて、田んぼで犬が見け状態になって、あ、と思ったら、次の瞬間には消えてた。言葉の通じない霊と話の通じない霊。私が初めて一人暮らしをした部屋での話。ある日の深夜、寝ていると、足元からゴニョゴニョ声が聞こえてきた。足元にはコンポがあったので、蹴飛ばして電源入れてしまったか?と思い体を起こすと、そこには半透明になった白人と黒人の男性が、私は日本語以外さっぱりなので、内容はわからないが、どうやら喧嘩しているらしい。その二人の雰囲気がちっとも怖くなかったし、金縛りもなかったので、どうしたもんかなと思って眺めていたら、白人の方が私が見ているのに気づいて、おい、家主が起きちまったじゃないか。どうしてくれるんだ?みたいなジェスチャー。黒人の方が、おいおい待てよ。お前にとっちゃいつだって俺のせい。ああそうかよ。みたいなジェスチャー。で、私の前で喧嘩を続けるのが気まずくなったのか、白人の方は、お前からもこいつに言ってやってくれよ。みたいなジェスチャーをしてから、スーッと窓の方へ消えていった。いや、知らねえよ、と思って見送ったら、黒人が、悪かったなうるさくしちまって、って感じに謝ってくれた。多分、人んちで喧嘩すんなよ、って日本語で言ったら、おう、って言ったから、わかってくれたかと思ったんだけど、その人はおもむろにコンポの電源をつけて、踊り出した。流れてきたのは私の知らないダンスミュージック。うるさいよ、踊るな、お前も帰れ、と言ったら、OKOK、って笑って、違う曲に変えてくれた。違うんだ、曲が気に入らなかったんじゃないんだ、もう知らん、私は寝る、と思って布団をかぶって無視して寝た。朝起きたら黒人は消えていたが、コンポの電源はついたまま。せめて消してって欲しかった。電気代節約してたんで。その二人組を見たのは、それが最初で最後でした。残念。その部屋では他にも、
某、黒ネズミのパレードのテーマを口で歌いながら一人パレードしてるおっさんが、窓からふわーって入ってこようとしたので、私は若い女性ですが、夢の国に興味はありません、と言って追い払ったりもした。そっちも怖くはなかったけど、しつこく某黒ネズミのモノマネをしてきて、ちょっと困った。北島。こっくりさんってあるじゃん。なぜか俺の小学校時代の時は、一番最初の質問は必ず、あなたは誰ですか?にしなければならないっていう決まりがあった。これを質問すると大抵は、なんとかの狐、か、なんとかの狸、たまに、クジラ、とか帰ってくるだけなんだが、俺が混じった時だけなぜか変なのが呼ばれる。家のゴキブリ、だの、ネズミのメス、だの、ハエの王、だの。それだけなら誰かがいたずらしたんだろうで終わりなんだが、なぜかそのしょぼい奴らに限って、ピタリと正しいことを言い当てる。しかも過去のことだけじゃなくて、未来のことまで言い当てやがる。これのせいで卒業するまで俺のあだ名は、北シャマ、かっこ、汚いシャーマンの役、だった。最後の一つ。おま、とんでもないもの呼び出してるぞ。いや、あんまり大したことないよ。ハエの中で王様だって言われてもねー。他にも、なんとかの、おさ、みたいに、大物ブッダの名乗るやつもいたけど、なんとかの部分で台無しだし。ちなみにハエの王さんには、運動会の天気を答えてもらいました。快晴でした。ハエの王でググってこい。ハエの王をご存知ないとは。ハエの王、魔人の君主、あるいは魔界の君主とされるベルゼバブのことである。怒らせると炎を吐き、狼のように吠えるとされる。サタンに次ぐ大悪魔で、実力はサタン以上とも言われる、やばいやつ。なお、諸説ある。魔王に天気聞くとか、見返り、魂一つじゃ足んねえぞ。運動会当日の天気教えてくれるハエ王様。えらい気さくだな。てかこっくりさんで、ハエ王様召喚するって何者だよ。天気を予報してくれたのか、天気を変えさせたのか、どっちだ?後者ならもう死んでるぜ。北シャマー、なんとかの、おさ、の話が気になります。なんかえらく反応されてて怖いんですけど、ガクガクブルブル。イモムシ、オケラ、カマドウマ、とかあたり。あとわけわかんないので、相当のカラス。さすがにもう関係ないよね。もし、相当のカラスだったら、マルファスかな。地獄の40の軍団を率いる序列39番の強大な大総裁で、詐欺師の相当だってさ。相当のカラスだとしても、とんでもないもん呼び出してるぞ。神様呼び出してる。少なくとも俺の知る限りにちゃん史上最強の召喚師だわ。違うよ、人違い悪間違い。そうじゃなきゃ怖くて眠れないじゃないか。ノアは、もうやめにしましょう。次の人どうぞ。もう北シャマなんて低俗なニックネーム捨てろよ。自分がその同級生なら確実に、ソロモンカリアル悪魔くんと呼ぶ。暇を持て余した。神々の遊び、バイ、ベルゼバブ。ちなみにこちらは、その後明らかにされた北シャマ氏が呼び出したものの名前一覧です。なんとかのヤドカリ、沼の神、アバカルメ、ヨモツの坂、エドガエル、グズステバノウ、ウズメトメ、マガカギ、ニガヨモギ、アルガケドニス、ヤカタノウ、ニーズヘグ、リンゴヘビ、カミナリバッタ、ムカデカミ、トコヨヌシ、バラベラシー、トイレの帝王。今回は動画制作の都合上、かなり端折ってまとめてしまいましたが、北シャマ氏は他にも多数ヤバい奴を召喚しているようです。興味がある方はぜひ、北シャマ、と検索してみてください。霊感家族。4年くらい前のことを思い出した。10年以上住んでた家、ええ、があるんだけど。
古くなってギシギシ言うわ。よく滑って落ちやすい階段があるんで、祖父母と似せたいするし。どうすっかってことになって、今住んでる、家、B、に引っ越したんだ。んで、家、A は、若夫婦に安い値段で貸すって具合に利用することになった。家、A を貸して1ヶ月後ぐらいだな。突然引っ越しちゃったんだ。突然だったもんだから、掃除は貸した俺ら家族がすることになってさ。いやー驚いたね。廊下やトイレ、壁、至るところにお札がびっしり。よく見ると、悪霊とかなんか書いてあるわで。正直な話、気持ち悪かった。後日、若夫婦から事情聞けたんだが。家、幽霊がよく出るらしいんだわ。若夫婦は1階にいるのに、2階でドタドタ走る音とか、ラップ音的なのとか、足を掴まれて転ぶとかあったらしい。そっちに詳しい知人に相談したら、早く引っ越しなさいって言われたんだと。それ聞いて唖然としたね。実は家族全員、その幽霊の存在を知らなかったんだ。そういえば家族全員いるのに2階がうるさい時があったし、みんなよく階段から落ちてた。もしかしたら、幽霊なりの SOS だったのかもしれない。10年以上も気づけなくてごめんなさい。でも一番気に食わないのが、家 B で俺だけ、階段から滑って落ちることが多いことだ。でも幽霊なら、しょうがないよな。子守のばあちゃん。私が赤子の時の話で、本人は記憶なしなんだが、田舎のばあちゃんの家に遊びに行った時に、子守のばあちゃんが目を離した隙に、私がいなくなったらしい。んで、家中探してもいないから、外に探しに出たところ、私がおまわりさんといるのを発見。おまわりさんは旗目から見てもうろうろした感じで、赤子の私に、あんたどこの子ね？お家に帰らんね。と話しかけていたので、ばあちゃんが慌てて、すみません。それはうちの孫です。と声をかけたら、おまわりさんは明らかにほっとした顔をして、そのまますう、と消えていったそうな。ばあちゃんは、赤ん坊にあんなの聞いてもわからんわ。と未だに言う。そうだね。いやその前に赤ん坊から目を離さんでくれよ。ハムとじいちゃん。うちで3年間可愛がってたハムが死んじゃった時に、ハムの小屋も処分してしまったんだが、死んじゃった夜から、その小屋の置いてあった場所で物音がする。本当に綺麗に片付けちゃって、小屋を置いてた小さいテーブルしかないのに、小さな足音がするんだよ。ペタペタペタって。でも、まだ死んでることわかんないんだな、と放っておいた。そしたらある夜、そのテーブルからまた、ペタペタって音がしたのでそっちを見ると、ひゅっ。って声が確かにしたんだ。生前、ハムがよく小屋の上、天井まで登って、落ちる時の声だったんで、ああ、やっぱりいるんだな、と思ってたら、4年前に死んだじいちゃんが、俺の横に突然登場して、俺、ハムスターみたいなもん買ってみたかったから、もらっていいべか、と聞いてきた。さすがにじいちゃんの霊にはビビったけど、ああ、俺もう買えないからいいよ、って答えたら、じいちゃん嬉しそうに、ハムスターの小屋があったとこまで行って、手を伸ばした。その瞬間、いた。噛んだべ。こんな期間のはいらんわな。と言ってじいちゃんは消えた。ハムの霊は今でもペタペタ歩いてます。困ったなぁ。ち。存在の証明。10年くらい前の話だけど、
友人と幽霊がいるかどうかで喧嘩になった。友人のお母さんが見たらしく、そこからいるいないの口論になった。口論の結果、地元でも必ず見えるって噂の廃墟に行くことに。雰囲気は怖いけど、本気で幽霊なんていないと思い込んでた俺は、友人に、幽霊まだ、やら、いるわけねえじゃん、とか、馬鹿にしながら進む。やっぱり雰囲気だけで出ない。結局は何も出ず見えないまま、お開きに。その夜、寝ている時に、生まれて初めて金縛りになった。俺は、体が疲れているけど脳だけが覚醒してるから金縛りになるんだと、なぜか冷静に判断。すると出た、出ましたよ。目だけを動かすと枕元に女性だとわかるんだけど、顔とか服装とか輪郭がなぜかぼやけている人影が立っている。その人影がブツブツと、何かをつぶやいているけどよく聞こえない。恨み事かとがくぶるしていると、つぶやきがきちんと聞こえ始めてきた。いるもん。幽霊はいるもん。いるから。ひたすら自己主張だけしてた。今でも拗ねたように言う自己主張の声は忘れられないけど、あんまり怖くない。幽霊はいると信じることはできたけど、なんか、夢が壊れた気がした。デスマーチ。会社は病院跡地に立ってる。他は倉庫とかばっかりで、日中、人間が常駐してるのはうちの会社だけ。うちはいわゆるデスマーチとかがある会社で、ある程度それが進むとみんな壊れてくるのね。で、本当は4人しかいないのわかってる。だけど、それ以外の人がいると、誰あんた、より先に、人手が来たー、になる。後から考えるとおかしいんだけど。所長、テンパルトのお味噌が麻痺する。通称貞子にエクセル入力させた。上司、仕事で頭いっぱいになると周りが見えなくなるので、多少の怪奇現象は気にしない。私、ジム、手術服を着た子供にコピーを取らせる。仕事せんのなら帰れー、と貞子に説教。派遣ちゃん、老人と子供に掃除と着身を頼む。茶の入れ方が下手だと。超説教。全員、手だけ足だけとかは容赦なく蹴り飛ばす払いの蹴る叩き落とす。私が入社して5年、だんだん数が減っていき、昨年年末進行は、最後まで粘ってた貞子すら、来なくなった。着身がいなくなって派遣ちゃんが荒れていた。デスマーチゆえの幻覚かとも考えたことあるけど、4人全員が同じの見てる。その上入り口セキュリティがあるので、部外者は入れないんだよね。貞子の作ったエクセルデータは残ってるし、手首だけ壁にぶつけたら、しばらく後残ってたし。草取りした草は、積んであったし。叫び声。猫やらタヌキやらウサギやら、動物系モフモフ幽霊裏山、と思ってこのスレ、かっこ、なんか笑える霊体験、を毎日読んでいました。先ほどのことです。湯上がりにタオルで体を拭いて、さあサイダーを飲むぞと一歩踏み出した瞬間、足元を全力で何かに、もふられました。ちょうど左右のくるぶしあたりを猫が頭でスリスリしてる感じ、という表現が一番近いかもしれないです。へや、と、某赤と白の正義の宇宙人のような声が出てしまいました。そしてその時、リビングからも弟の、へや、という叫び声が聞こえました。兄弟揃って叫び声同じかよ、と思いつつもリビングへと続く扉を開けると、再び足元をモフモフスリスリ。弟と共に、今の何？モフモフしたよな？変な声出てさあせんわらわら、とか笑っていると、上の階にいた父がやはり、へや、という叫び声を上げた後、大急ぎで階下に来ました。俺の家の男系は、どうやら妙な体験をすると、某赤白宇宙人のような叫び声を上げるようです。
当分死なない。小神谷のおかんの話を問うか。だいぶ前に某 SNS に投下した話で申し訳ないけれども。おいらのおかんは当時66歳、何かと体に不自由の出る年齢ではあったんだけれども、至って元気な肝っ玉ばあちゃんです。が、そのおかんもついに胸の苦しさを訴えて倒れてしまいました。検査の結果、心臓に深刻なダメージがあり、急いで手術しなければ命に関わる、とのこと。もちろん家族全員が手術に同意し、手術のために詳しい検査をしたのですが、なんと先に発見されたダメージとは別に、心臓の別部位に2箇所のトラブルが発見され、おかんは人生初手術にして、心臓3箇所同時手術という、ヘビーな体験をすることになったのです。10時間を超えた手術は、無事に成功しました。おかんも無事麻酔から覚め、脳や心臓への後遺症もないということで、4日後には集中治療室から個室に移動することができ、おいらたち姉妹は交代でおかんの看病に当たっていました。そんなある夜のこと、おかんは誰かの声で目が覚めたそうです。半分以上寝ぼけた状態で、薄目を開けて室内を確認すると、ベッドの横に2人の人影が、白い服を着た若い青年のシルエットだったので、おかんは普通に看護師の男の子たちだと思い、どうせいつもの見回りだろうと無視を決め込んでいたそうですが、なんと話に彼らの会話を聞いていて、あれ?と思ったそうです。彼らの会話の内容が、看護師がするにしては妙。ですが明らかにおかんについて話しているのです。連れて行くか?連れて行くとうるさいぞ。連れて行かなくてもうるさいぞ。よし、見なかったことにしよう。そうしよう。寝たふりをするおかんがキョトンとしているうちに、彼らは話を決めたらしく、すっと病室を出て行きました。閉じられたままの扉をすり抜けて、おかんは、そこでようやく彼らが人間ではなかったことに気づいたらしく、翌日、少し興奮気味にオイラに話してくれました。お迎えが帰ったってことは、私、当分死なないんじゃないかな?いや、おかん、おかん。そこは笑いどころじゃねえから。化け物。友人、と私、が旅行で遭遇した事例。宿を取ってぐっすり寝ていたんだが、ふと夜中に目が覚めると体が動かない。これが噂の金縛りかと、期待半分恐怖半分でもぞもぞしてたら、そのまま起きてしまった。つまらんと思いつつも、喉が渇いたので水を飲んで、布団に戻ろうとしてなんとなく隣の布団を見たら、エクソシストのあれかと思うほど、体を引きつらせた友人がいた。頭が真っ白になったが、引きつけでも起こしているのなら大変だと、電話をかけようとしたら、ガバッと上半身だけで起き上がって、そのまま沈黙。本格的に心配になって話しかけると、できたぞい。とほざき上がる。どうやらネットのどこかで仕入れたらしい、金縛り中、指一本でも動けば、気合で羽を切ることができる、という方法を試したそうだ。で、全身に力を入れたらエクソシスト。彼曰く、目が覚めると何かにのしかかられてる気がして、一瞬お前かと思ったが、大きさから手足や頭じゃないし、とりあえず吹っ飛ばしてみた。とかなんとか。あと、起き上がってぼーっとしてた時に、化け物、って言ったの、お前か?と聞かれたが、私じゃない。あの時の動きは化け物からしても、化け物じみたものだったのだろうかと、今でも笑い話の種になってる。面白いやつ。伏見稲荷に参拝に行った時、ちっちゃい狸の置物を持ち込んだら、いきなり割れて、頭に。ここはお稲荷様じゃ。
タヌコンを持ち込むとは良い度胸だ。と来たから、油揚げあげますので許してください、と念じたら、ごーん。と聞こえたんで、わかりました。トウモロコシを収めることにします、と言ったら、面白いやつだなお前は。と帰ってきた。なんかギャグキャラみたいな感じになっておられましたが、私が基本、ギャグ色満載で生活してたからですかね。諏訪大社行った時も、大吉、食ったさーい、とお願いしたら、はいはい、右に5回、左に10回回してから振ってね。と、頭に声が来たから、言われた通りにしたら、なんと見事に、吉、だったんですよ。ババババ。高校生の時の話。ある夜、私は眠れずに自室のベッドの上で横になっていた。するとなぜだろう、若い男の声がする。我が家に若い男はいない。霊感の私でも一発で幽霊だとわかった。そのうちどんどん私に近づいてきて、とうとう私にのしかかってきた。私は恐怖で固まったが、若い男は私に乗ったままじっとしている。このままでは何も進展しない。ママよ、と、私は目を開け幽霊の顔を拝むことにした。あらやだ。イケメン。黒髪をオールバックできちっと固め、目元は涼やかで口には微笑みを浮かべている。これでメガネだったらベストだったのだが、贅沢はうまい動きになります。ちなみに声もイケメンボイスだった。ぐっちゅ。しばらく干渉していると、突如幽霊が私の首に手をかけた。幽霊は微笑みを絶やさずに、手に徐々に力を入れて、私の呼吸を圧迫してきた。真綿で首を絞めるように、とはまさにこのこと。少しずつ息苦しくなってきて、このままでは私は窒息死してしまうのではないのだろうかと不安になったので、殴った。私は飛び起き、男がいるあたりに、ババババ。しかし手応えはない。あたりを見回しても男はいない。ち、逃げたか、と思い、寝直しの体勢に入ったところで、体が急に重くなった。重力がいきなり何倍かになったらああなるんじゃないだろうか。とにかく何かに体を触れられているわけでもないのに、全身に見えない力が均等にかかりベッドに張り付け状態。その時の私は、金色のダッシュ二冠の、ブラゴのグラビレイ食らった清丸と同じポーズをとっていた。畜生、さっきのアンチ畜生の仕業だなと頭にひらめき、このままでいるのも尺なので、身の内に秘める根性を総動員させなんとか私は立ち上がり、バババババ。別に標的になりそうなものはなかったんだが、とりあえずバババババしといた。その後は何もなく、実家を出るまでその部屋にいたが、何も起こらなかった。友達に話したら爆笑されたので書いてみた。吸引。昼飯も食って一段落した後、いつも通り掃除を始めたんだ。ベッドの下にも掃除機をかけようと思って、ペラッと布団をめくったら、その隙間にさ、いたわけよ。どうも。こんな、感じで。体は見えない顔だけ男。人が入れるほどのスペースはないし、幽霊だって直感的に思った。今まで見たことなんかなかったから、完全に頭は真っ白。なのに無意識って怖いよね。気づいたら手が動いてた。ヒュオーって音とともに、掃除機に吸い込まれてったよ。その男が。気づいたら男はいなくなってて、白昼夢でも見たのかと脱力。でも4歳になる娘がじっとその男がいたところを見つめてて。どうしたって聞いたら、ヒュオーって言いながら、ふざけて男の顔真似してキャッキャ笑ってんの。なんかそれ見たらおかしくなっちゃって、しばらく二人で笑ってた。今も思い出したように、ヒュオーってしては笑い合ってる。
ちなみにその後男は見てない。男の。え、ちょ、マジで？みたいな表情が忘れらんない。ある意味忘れられない男となったのであった。いやなんでもないよすんません。今はいろいろ反省している。掃除機で男の幽霊吸い込んだもんだけど、昨日また出たっぽいんで報告。誰も入ってないトイレに、鍵がかかってることがたびたびあったんだけど、小さい娘がいるから、またいたずらしたのかと気にも留めてなかったんだ。一円玉を差し込んで回したら、外からでも操作できるような普通の簡易ロックだから。で、昨日の夜、娘と一緒に風呂に入って、出てみたらまた鍵がかかってる。これはもしかして娘のいたずらじゃなくて、目に見えない第三者がやってんじゃないかと思った。てかそうじゃないと、すっぱだかの状態じゃ、幽霊より生身の人間が入ってた方が怖い。まだ中にいるかもしれないな、と思ってゆっくり鍵を開け、ることはせずに、換気扇を回してやった。まさか掃除機のようにうまくいくまいとは思ったけど、本当に小さい声で、またかよ、って聞こえた。むしろまたお前かよ、懲りねえな。その後トイレを開いてみたけど、誰もいなかった。換気扇から外に出てったんだろうか。もう帰ってくんなよ。若様の人形。うちには曰く月の人形がある。ばあ様曰く、明治時代に溶接された、若様を模して作られた由緒あるもので、その若様が、人形に入っていらっしゃるそうだ。ある日、その人形が盗まれた。泥棒というか。まあ、なんというか。母の知り合い、以後、A さん、にだ。一ヶ月後、その人形は無事に帰ってきた。返しに来た A さんは憔悴しきっていて、手足には包帯。聞けば、ドリフのような落とし物、棚の上から落下物、頭にスコーンと当たる、が続き、ついには枕元には白い狐様が立ち、返せい、返せい、と、手首足首をベチベチ叩いたそうな。叩かれた跡はくっきりと跡が残っていた。肉球型に。あれ、ちょ、おま、人形についてたのって、若様じゃなかったの？狐なの？え？と、軽く混乱しつつも、サクッと通報。A さんはさらに余罪がポロポロ出て、逮捕されましたとさ。それ以来、若様人形へのお供え物のラインナップは、あんこたっぷりのお団子ミルフィーユプリンロールケーキいちご大福ぶどうのゼリー。油揚げ、ニュー。いなり寿司、ニュー。厚揚げ、ニュー。一回で全部備えるわけじゃなくて、母がなんとなく今日はこれかなと思ったものをお供えしてます。女性が着替えさせると、なぜかその日のうちに小さな怪我をするので、若様の人形の服を新調して着替えさせる係は俺です。猫会議。マジ話なんだけど誰も信じてくれない。友達との飲み会の後、自分の家に帰ろうとした。帰り道、近くの公園を通れば家まで早く帰れるなって思って、近くの公園を通った。そしたらさ、公園の砂場の近くに何かいんの。なんだろう？って見ると、猫、の群衆。猫が20匹ぐらいいんのよ。俺は、ああ、猫が会議するっていうのは本当なんだなぁ、って思って公園を通ってたら、缶詰毎回同じで、飽きる。とかって声がした。びっくりして当たり見回したんだけど、周りには猫しかいないわけよ。え、空耳か？と思ったら、うちのご主人ねぇ、この前、エッチな本をお母さんに見つかって怒られてたんだよ。って、声が聞こえたのよ。そしたら、あはは、とか、談笑が聞こえんのよ。猫の方見ると、何か笑ってるような感じなのよ。
俺、ダッシュで逃げた。んで、家に帰って布団にくるまって寝たよ。今のは夢だ夢って思いながら。あれは、俺が酔ってたとかじゃなくて、絶対に猫が人間の言葉で話してたに違いない。ちなみに、自分も猫を飼っている。あの出来事があってから、うちの猫には俺の恥ずかしい出来事とかはあまりよそで話すなよ、って言い聞かせてる。そう言うと、うちの猫はキョトンってしてるけど、猫かぶってると思う。たまり場になっちゃった。笑えるというか呆れた話。祖父母が住んでいた田舎の一軒家が、しばらく無人にしてたら、例のたまり場になっちゃったみたいで、昼間はいいけど夜は泊まれない状態が続いてた。そんな中、いとこの兄貴が、合宿所に使いたいんだけど、幽霊、俺見えないし、と鍵を借りていった。そしていとこの合宿後、幽霊騒動はぴったりと収まった。何やったの？と聞いたら、ガチムチ集団によるビリーズブートキャンプの集い。だそうな。大広間、昔の日本家屋なんでだだっ広い広間があった、に、プロジェクターを持ち込み、等身大で思う存分キャンプをしまくり、廊下ですれ違えばポージング合戦、家屋中に漂う汗と揚げ物の匂い、ほぼ全裸で歩き回るマッチョども。自分が幽霊でも裸足で逃げ出すな、と思った。ランクアップ。最初は5年前くらいだったかな？夜、姉が自室のベッドで寝ていたら、幽体離脱みたいな感じで、ズルズルと引きずられる感覚に襲われたらしい。家の外を出て、向かいの家のあたりまで来て、あ、やばい。と思った姉は抵抗したらしく、しばらくしたらベッドまで戻っていたそうな。そしてここからが本題。姉は5年前までは、スレンダーな体型だったんだが、1年2年3年と、1年ずつきっかり5キロ体重が増加して、5年で25キロ。見事なぽっちゃりへと変貌した。そして変貌後、再度引きずられる感覚に襲われた姉は、あ、前と一緒だ。と、かなり焦ったらしい。が、以前は家の外まで引きずられたんだが、今度は自室を出てすぐの廊下付近で解放されたらしい。はて？と思ったが、姉は気にせず寝たらしい。翌朝、私に語り聞かせてくれた際。もしや、私の魂の格が上がったから今回はすぐに諦めたのか？と言っていたが、正直上がったのは魂の格じゃなくて、あんたの体格じゃねえの？と申し上げたかった。というか申した。納得して笑ってた。姉最強だわって思った話。でも引きずろうとしてた奴は、何者なんだろう。バッドタイミング。昨日の話。暑すぎてフローリングに寝っ転がってたら、いつの間にか寝落ちしてた。気づくと、手っぽい何かに手足を押さえられてた。目が開かない。体は動かない。空気が寒いのにねっとりムシムシ。そして首も、手っぽい何かで押さえられる。そして押さえる力がどんどん強くなってく。私は、切れた。ただでさえ暑くて湿度高くて不快な上それによる寝苦しさで不眠気味。そして私は寝起きが最高に悪い。しかも月からの使いが2日目。さらにバイト先でクレイマーさんやら客神様やらの相手を立て続けにこなし疲れ果て、挙句コンタクトのせいか目がチクチクゴロゴロ喉がカラカラ。私は理不尽なことが大っ嫌いだ。喉を潰す勢いで雄たけびを上げ。力の限り手足を振り回し部屋中をゴロゴロとローリング。拘束が取れたので目をかっぴらき部屋を見渡す。と。手がいっぱい生えた黒いもやが。向こうから危害を加えられるのに、こっちが危害を加えられないわけがないじゃないですか。
殴って蹴って叩いて踏んでつねって噛みついて引っかいて頭突きして唾吐いて。気がついたら寝落ちしてて。今起きました。そして昨日黒いもやがいたところに、なぜか100円玉が。なぜ？俺の初体験。去年の秋頃に自宅で、ソファーで横になりながら映画を見ていたら、つい眠ってしまった。まだ日も暮れていない時間だったけど。ふと目を覚ますと体が動かない。初めての金縛りを体験した。体は動かないが、怖いもの見たさについ目を開けると、身に覚えのない猫がテーブルに鎮座していた。こちらをちらっと見た後、部屋内を散策し始め、テレビの前に、うんこしたところからの記憶はない。金縛りも解け、完全に起きた後、俺が初めて見た霊は動物、しかも、猫か。と少し自重気味に笑って体を起こしたら、テレビの前には、立派なうんこが横たわっていた。いいよ。小学生の頃、両親と一緒に某娯楽施設に遊びに行った。そこでパンを買ったり、ソーセージを作ったりして楽しんだ。そこでやってるレストランで昼食を食べた。風もなく天気も良かったので、外に設置してあるテーブルに家族3人で座って食べた。ハムやらベーコンやらいろいろ食って、じゃあ帰るかって頃にようやく気づいた。私が座ってたのは椅子ではなくて、やたらでけえ、豚だった。食事中私はずっと豚に座っていた。その娯楽施設は豚を放牧してるので、豚がいてもおかしくないのだが、気づかずに、ずっと豚に座っていたことには驚いた。思わず私は、あ、ごめんね、と言った。そしたら豚がこっちを寂しそうに見て、いいよ、とだけ言って去っていった。その、いいよ、って言葉は両親も聞いていて3人ともポカーンとした。以来、私は食事をするときは、ちゃんと思いを込めて、いただきます、というようになった。イギリス生まれのイギリス育ち。ちょっと長い話なんですが、少し前に祖父とイギリスに行ってきたんですけど、隣のベッドの祖父が低いうなり声を上げているのに目を覚ますと、祖父の寝ているベッドを囲むように、白いもやが見えて、これってゴーストか？祖父が襲われている、助けらんないし、と震えて見ていたのですが、勢いよく体を起こした祖父は、聞き取れないことを怒鳴り散らして、ベッドに立ち上がると、周りの白いもやもやに聖剣好きとか、もう、もやもやを振るぼっこ。自分らのことは同じ国の人間に頼め、と怒鳴ると冗談前蹴り。もやもやは無賛して、祖父はベッドに正座して深く呼吸してから振り返ると、起こしたか。もう大丈夫だねろ。確かに私は大丈夫というか、祖父よあなたは何をしたのですか？と疑問が。じいちゃん、今の知り合いなの？聞いてみました。寝直す体勢に入った祖父が言うには、昔の知り合い、すでに亡くなっている英国紳士の皆さん、らしいんですが、イギリス人の死後のことなんか日本人の自分にわかるわけがないのに、いろいろと寝ている祖父に話しかけてきてうるさいし、孫が怖がるとかわいそうなので撃退したそうです。おかばんで時々聞く、幽霊に肉弾戦って、気合でできるものなんだと思うのと、消えていくモヤモヤの一人が私を振り返って、なんとなく見えた顔が困った顔をしていたのですが、その顔は祖父によく似ていました。祖父の亡くなったお兄さんでしょうか。私たち、祖父のお兄さんの葬儀に参列するのにイギリスに来たんです。そして祖父は、日本人の祖母に惚れ込み結婚して帰化したけど、正真正銘のイギリス生まれのイギリス育ちの、イギリス人です。やだおじいさまもええー。
下墳古墳。素敵なおじい様ですね。わしゃ心根は日本男児だ。ってことかね。よっぽどおばあちゃまに惚れ込んでたんだろうな。でもお兄さんらしき幽霊が本当におじい様の身内の霊だったら、悲しかったろうな。です、ありがとうございます。祖父は70代の、白髪頭あごひげマッチョじいちゃんです。好きなものは祖母と残念な鼻歌の孫ですが、若い頃に素手でエゾシカと戦った、ちょっと間違った感じの大妹イギリス人です。あ、昔イギリスで妖精見たとか言ってたです。イギリス生まれのイギリス育ち。ゼロ。祖父の妖精遭遇は、数えきれないくらいあるそうです。まだ起きて酒盛りしていたので聞いてきました。笑えるか微妙ですけど。初めて妖精を見たのは多感な少年時期。場所はイギリス。寄宿学校で普段生活していた祖父は、久しぶりに帰った自宅で、兄と10年以上も開けたことのない屋根裏を開けて、何かの飾りを出そうとしたのですが、そこで生まれて初めての妖精を見たとのことです。床に積もったほこり、足跡もないその屋根裏部屋の窓の光が差し込む真ん中に、小さな摘み取られた野花が、直径1メートルくらいの円に置かれていて、ほこりはキラキラと光の中に舞っている、ちょっと現実離れした空間。その花で作られた円の真ん中に、初めて会った妖精はいたそうです。汚い緑色のおっさんとしか思えない風貌の50センチくらいの妖精が2人、レスリングしていたそうです。祖父はもっと可愛くて綺麗な、小説に出てくる妖精を信じていた年頃なので、俺の夢と希望を踏みにじりやがって。と、ムカついて屋根裏部屋を力いっぱい閉じた。けれど、一緒にいた祖父の兄には、花で作られた円は見えても妖精は見えなかったし、その後も見えることはなかったらしいです。後日、再び開けた屋根裏部屋に、花は残っていましたが妖精はおらず、埃も均一に積もったままだったと。まあ、酔っ払いの祖父のお話です。汚いおっさん。それは誰だって夢踏みにじられるわ。確かに汚いおっさんってのはがっかりだね。せめて胸厚な兄貴のレスリングなら。ファンタジー。ゴルゴマタギ。俺の友人にはすごい守護霊がついているらしい。どんないわくつきの場所でもそいつがいると何も出ない。こっくりさんもそいつが混じると来てくれない。挙句の果てには、触るとたたられる呪いの石、が、そいつが近づいただけで割れた。いわゆる霊能者にそいつを見せたところ、すぐに目をそらしてしまった。聞くとそいつの守護霊がものすごく怖いやつなんだと。どんな感じですか？と聞くと。ゴルゴみたいなマタギで、常に猟銃を構えている。そうな。別ベクトルで怖え。何それ怖い。ぐっちょ。ちょっくらスイス銀行に振り込んでくる。友人になんかいい話ない？と聞いてみたら、一つお話しされた。小学校時代、そいつはクラスの人気者だったそうだ。それを僻んだ奴が、友人の大切なお守りを盗んだ。犯人は4日後に本人に謝りに来た。話を聞くと、夜な夜な金縛りに遭い、枕元に昔の漁師の格好をした目つきが鋭い男が立っていて、お守りを返せ。と猟銃を突きつけて言う。最初はシカとしていたが、昨夜ついに右耳の横に発砲。明日返さねば、命はない。と言われ、朝起きてみたら、右耳の縁が焦げたように黒くなっていた。そのお守りは友人の祖母が亡くなる前に渡してくれた大切なもので、友人は今でも持っている。耳が焦げていたのは友人も確認したとか。俺はこいつを一生的に回すまいと誓ったね。
像に、鉄砲から煙が上がる部分が追加されそう。ゴルゴマタギについてのエピソードが友人の母から出てきたので報告。友人の母が友人を妊娠した時、夜な夜な山伏が出てくる夢を見たらしい。山伏は七人。彼らは彼女を囲み、不気味な叫びをあげる。友人母は少し気味が悪くなり、ご先祖様のお墓にお参りし、お腹の子を守ってください、と祈ったそうだ。するとその晩の夢、いつものように七人の山伏が囲んでいたが、突然、馬の蹄の音が聞こえてきた。現れたのは真っ黒い馬にまたがったゴルゴマタギ。そのまま、馬に乗ったまま猟銃を発砲。一発で三人を貫く。馬で一人を跳ねた。馬から降り、なたらしき刃物で三人を切り伏せた。と、山伏を片付けると。これからは腹の子は俺が守る。という旨を述べ、そこで夢は終わったらしい。いろいろと突っ込みどころはあるがすげえ。ゴルゴマタギの話をさせてもらったものだけど、霊能力者に会う機会に恵まれたので、ゴルゴ付きの友人ともう一人と出会いに行き、マタギの正体を聞こうとした。まずもう一人の友人の守護霊を見てもらうと、あなたの遠い昔のご先祖さんだね。優しそうな目をした男の人だよ。と言われた。では、次にメインのそいつを見てもらった。ひぃ。と霊能力者さんビビった。まあ当然だろう。あなたすごい強い守護霊がついてるね。眉毛が太いマタギさんで。そこまで言ったとき、破裂音がした。俺たちがびっくりしていると、霊能力者さんが。あんたの守護霊が怒ってる。今、空打ちした。悪いけど今日は帰ってください。あれか、やっぱり正体を知るのは、死亡フラグなのか。ゴルゴマタギの話したものだ。まさかのコンタクトに成功したので報告に。ゴルゴ付きの友人ともう一人で、今度の土日を利用して、愛犬 S 町に行くことにしていた。昨日、うつらうつらとしていると急に金縛りにあった。ガクブルしていると唐突に彼が現れた。ゴルゴだった。本当にゴルゴ。輪郭といい目といい、そして眉毛までそっくりだった。ただ銃は持っていなかった。え、俺消されるの？と死を覚悟したら。S には行くな。行ったらお前も。友人の名前。もう、死ぬ。という。なんで？と思っていると、さらに。守りきれない。とだけ言って、去っていった。彼がいなくなると同時に金縛りが解けた。そしてさっきゴルゴ付きじゃない方の友人にそのことを話すと。実は、〇〇の森っていう心霊スポットに寄ってみようと思っていた。と衝撃の暴露。そこで霊に喧嘩を売ってみようと思っていたらしい。多分彼が言いたかったのはこのことだろう。彼にあった感想は、正直めっちゃ怖かった。この前の霊能力者の気持ちがよくわかった。ゴルゴマタギの話したものだが、気になる出来事があったので報告する。ゴルゴ付きの友人がおととい入院した。原因不明の高熱で意識もなく、医者からは、予断を許さない状況だと言われていた。俺と他の友人たちもお見舞いに行ってみたが、油汗をかいてうなっている友人を前に、どうすることもできなかった。だが今日になって意識が回復し、熱も下がった。ここからが本題。看病に疲れて眠ってしまった友人母と、家で寝ていた俺の夢にゴルゴマタギが出てきた。まず友人母の夢では、相変わらずベッドの上で苦しんでいる友人の上に、巨大な蜂、多分スズメバチだそう、がいて、針で友人の頭を刺している。友人母が追い払おうとしたとき、その必要はない。という声とともに銃声が響き、蜂の動きが止まった。そしてゴルゴマタギがやってきて、蜂の頭を、素手でねじ切った。
そして。これで大丈夫だ。心配はいらない。とだけ言って去っていったらしい。一方、俺の夢にはいつかと同じで金縛り状態の中登場。またしても銃は持っていなかった。友人の名前は、もう大丈夫だ。だから余計なことはするな。とだけ言ってまたどこかへ消えていった。とりあえず友人は無事だったので安心した。ただ、余計なこと、って何だったんだ？そして相変わらず心臓に悪い。ゴルゴマタギの話をしたものだけど、余計なこと、がわかったので報告。一緒にお見舞いに行ったやつが、これは呪いじゃないか？呪い返しをやってみよう。と言っていたらしい。俺は友人が心配で、上の空だった。どうやらこれが余計なことだったらしい。昨日友人のところにお見舞いに行っていたんだが、そこに一人の女子が友人に謝りに来た。なんでもそいつは友人に惚れていて、孤独知らず、という、両思いになれるおまじないをしたそうだ。そのおまじないは、虫を一つの容器にいっぱい詰め込んで、殺し合わせて、最後に残った一匹をすりつぶして、その体液で人の名前を書くと、その人と両思いになれるというものらしい。ところがそれを実行すると友人がダウン。そして数日前から彼女が凄まじい腹痛と吐き気に襲われ始め、昨夜夢に漁師の格好をした男、多分ゴルゴマタギが現れ、銃を突きつけて、次は容赦しない。とだけ言って去っていったらしい。どうやらお返しもきちんと済ませたようだ。女子は少々メンヘラ気味で、準備に1ヶ月近くかけたらしい。呪いを吹き込んだのはその子の友達らしい。5月くらいにやるといい、と言われていたとか。また何かあったら報告する。報告しに来た。結末から言うと、彼女の友達は、黒だった。友人を殺す気で嫌がった。というのも、前に投下した話の中で、友人のお守りを盗んでゴルゴマタギに耳を打たれた奴だった。大学終わってからそいつのアパートに行ったが、もぬけの殻だった。悪いが怒りがまだ収まらんから、文章がおかしいが許してくれ。冷静になったらまた来る。耳のそばに打たれたという、かつての小学生が今頃？ガクガクブルブル。見直してみるとやっぱ雑多な文章だったな。まあ友人のあの苦しみ様を見たからには簡単に許すことなんかできないが、経緯を説明してなかった。女子から話を聞いてみると、彼女にそのおまじないを教えたのは誰か尋ねてみると、小学校の頃からの同級生だと答えた。彼女も友人と同級生だった。ので、友人にその名前を知っているかと聞くと、九段の話のやつと判明。大学が終わってから彼女に案内してもらってアパートに行ってみるが、部屋は空き部屋になっていた。管理人に聞くと、つい一週間前には出て行ったということ。忘れ物があるというので見せてもらうと、それが呪詛関係の本で、もちろん孤独も書かれていた。どうやらあらかじめ逃げ出していた模様。ゴルゴマタギの話をしたものですよん。まずは前回は笑えない話になってすまん。今回はバッチリ笑える話を持ってきたぜ。これは姿をくらました霊のあいつを探して、ゴルゴ付きのかつての同級生に話を聞いて回った結果判明した話だ。中学の時、出席番号が初めの男子が金縛りにあった。よくある、女の幽霊が現れて見つめてくるって内容。それだけだったらよかったんだが、次の日の夜に女子で出席番号が一番若い子が、同じ内容で金縛りにあった。次は出席番号が2の男子、その次が女子の2番目といった風に、男女交互に出席番号順に金縛りにあっていく。そしてとうとう友人の番、ガクブルしていたが結局何も起きなかった。翌日の夜、順番で言えば友人の次に当たる女子のところに幽霊は出てきたが、涙目になっていて、
怖かったよー。と言って消えてったらしい。ちなみに幽霊の姿はポニーテールで、ゼッケンをつけた中学生くらいとのこと。さすがマタギ、子供相手でも容赦ねえな。ちなみにこのことは友人自身はすっかり忘れていた。あと最近になって友人母が、よくマタギの夢を見るらしい。なんでもどこかの道路を馬に乗って失踪していくという、シュール極まりない内容だそうで。もしかして、あいつを探してるんだろうか。